はい、こんにちは。今回はなぜワードプレスかということをお伝えしていきます。まあ、よくね、ワードプレスとこう対比で用いられる言葉として、アメブロなんかあると思います。多くの方がアメバブログというサービスを使って情報発信しているわけですね。じゃあ、アメブロとワードプレスどう違うのかといったことをこちらで解説していきます。まずね、まあ、ワードプレスのメリットということをお伝えさせていただきますけれども、まあ、アメブロと何が違うのか。 基本的に私たちもアメーバブログよりはワードプレスでもって自分のね、こうオウンドメディア、自分の自社サイトをね、構築してほしいということをね、まあ、訴求しているわけですので、このワードプレスがいかにいいかということをね、お伝えしたいと思います。で一つね、商用利用できるということがあります。実は、アメーバブログね、やってる人多いんですけども、このビジネス利用、商用利用っていうのは禁止されているわけです。実際、この規約を見ていただくとね、一目瞭然なんですけども、商用利用っていうのはできないと。 明確に言わわれているわけですでもやってる人は多いわけですよね。あれはね、こう見つかっていないとか、ね、こうラッキーとかね考えるじゃなくて、このたまたまね、まあ、多くの人は例えばアメーバやってるからね、自分も大丈夫だろうと考えてしまいがちなんですよね。でもこれもしね、削除されてしまったらどうですかと。規約違反でアメーバブログ、設 こう貯めたたコンテンテツも削除されてしまったら終わりですよね。アカウント停止というのを食らったら終わりですから、それ,はこそれほど、ね、こう怖いものはないわけです。みんな見つかってないだけではなくて、たまたま見つかってないんだというふうに、ね、考えていただいて、まあ、所有料がしっかりできるワードプレスを使った方がいいんじゃないかなと思います。でそして自分の資産になりますね。不足的にというか、ね、まあ、当たり前なんですけども、サイバーエージェントさんのものですよね、サービス。 で、こちらのサービスがね、打ち切りになってしまったということも十分ありますね。なった場合に、すべてのね、こう、例えばシェアされた記事とか、アクセスが多い記事っていうのは、すべて使い物にならなくなってしまうんですね。それとは、反対にワードプレス。ご自身のメディアっていうのを作り上げると、もうね、世界に一つだけのドメインですよね。例えば、このはや .com とか、ということで、ドメインになるので、自分のずっとね、資産になりますよ。誰のものでもない。自分のものだ。 とということですねで。自分で自由にデザインもできるということでアメヤバブログって、ね、ちょっとあのテンプレートはあるんですけれどもすべてこう似通ってしまうんですよねあこの人アメブロだなって一発でね分かってしまうそれに対してワードプレスっていうのは自身でね好きなテーマテンプレートを入れることでもう全く違うものもう10人トイレで好きなようにねできるわけです。 なので、こちら、自由度が効くということは、自分の色とか、こう、世界観とかを出せるので、こう、価値観でね、共有、共感していただく人、共感してくれる人ですね、そういったものが増えていく。ということで、まあ、自由が効くということが、もう一つのメリットだと思います。で、最後、少し難しいかと思うんですが、検索結果に表示される制限もないということで、実はこれね、少し専門的な話しますね。アメーバブログっていうのは、基本的に、 ドメインがねととかアメバとか皆さん同じですよね。決まってますで。そういう決まってるドメインって、実は検索結果の1ページ目に表示できるのが、例えば3つから4つとか、その時期とかによって異なるんですけれども、3つ、4つって決まっちゃってるんです。元から出れる数というのが。ってなると、アメーバブログでね、一生懸命頑張っても、競合の人がアメーバで強かったら、例えばその人の記事が3つとかね、出ちゃったら、もう残り枠ってないに等しいわけです。 それに対して、ワードプレスであれば、例えばこの早であれば、このッ .com ということで、世界に一つだけのドメインですね。であれば、一個ね、出たとしても、まだね、出れる枠ってあるので、一つの自社のメディアだけで3つ4つね、露出できる可能性って大いにあるわけです。なので、この検索結果に表示される制限もないということもね、ちょっと覚えておいてもらえればなと思います。以上が、なぜワードプレスをやった方がいいか、ということの理由になります。